宮地真奈美アナはフジテレビ2015年入社の女子アナで非常に人気があります。入社以来破竹の勢いで進撃を続けていて、ルックス、アナウンス、経歴のどれをとっても申し分ありません。今やフジテレビの次期エースアナとも言われていますね。実は早稲田大学在学中からその存在感は注目されていて、複数のテレビ局の内定を得るほどの逸材です。この美しい顔立ちに清楚なイメージ、そしてアナウンス力も申し分ありません。まさに正統派の女子アナといった感じです。清楚な美人というのはこういう人のことを言うんでしょうね。派手でもなく本当に清楚な美人顔ですよね。そんな宮地アナですが、2018年からメインキャスターを務めるスポーツニュース番組スパークをこの春卒業し、お昼の報道番組に出演することが決定しました。そんな宮地真奈美アナのプロフィールを紹介します。宮地真奈美、1991年7月29日生まれの現在30歳、福岡県出身の大型です。井上聖夏アナと同郷ですね。身長は 158cm。 気になる3サイズですが、ネットの情報から推測するとバスト79、ウエスト57、ヒップ83くらいと思います。カップ数は B カップと言われています。そんなスレンダーボディの宮地アナは以前、写真集スパーク特別編集宮地真奈美フォトブックまっすぐをリリースし、オリコン写真集ランキングにランクインするなど売れ行きは好評でした。生年月日が同期の小沢陽子アナと同じという偶然が起こっています。小沢陽子アナですが、ダイナマイトボディで人気ですね。あの加藤綾子アナのサイズに匹敵するものがあります。せっかくなので小沢アナの3サイズも調べてみました。小沢陽子、1991年7月29日生まれの現在30歳、神奈川県横浜市出身の B 型です。身長は 167cm。 3サイズを調べるとバスト88、ウエスト60、ヒップ90くらいと言われてます。カップ数は G カップと言われています。加藤綾子アナと身長、3サイズ、カップ数ほぼ同じですね。加藤アナのサイズについては以前の動画でご紹介していますので確認してみてくださいね。そんな宮地真奈美アナ、報道番組起用で富士の顔にカトパンとの新旧交代も噂されているようです。いずれは夕方の報道番組に出るのでしょうか。スポーツの顔として活躍する宮地真奈美アナを昼の報道番組 FNN ライブニュースレースに4月から起用することが決定しました。この枠は島田彩奈アナや立本慎吾アナといった中堅アナがニュースを読む25分の、言い方は悪いが地味な番組、そこに人気の宮地アナを持ってくるという配置に、局内ではいよいよ宮地アナを富士の顔に押し上げるために本腰を入れたと受け止められています。宮地アナは2018年からスポーツニュース番組スパークでメインキャスターを務め、東京五輪に続いて北京冬季五輪でもメインキャスターとして活躍した。昨年10月には1年延期となった東京五輪を目前に母を亡くしたことを明かし、 FNN プライムオンラインに母のがん闘病と看取りについて寄稿した記事には大きな反響があった。写真集を発売するなどビジュアル面でも人気が高い宮地アナですが、安定したアナウンス力と生真面目さで着実に仕事を増やしてきたため、今時の女子アナにしては珍しく誰からも嫌われない能力があります。愛社精神が強く、フリー思考がないので、エース不在が続く富士の最後の望みだと言われています。局を挙げて宮地アナに報道番組の経験を積ませて、報道エースとして育てる先にはかつての絶対的エースとの新旧交代もありえるという
平日夕方の報道帯番組、加藤彩子アナがメインキャスターを務めるライブニュースイット、同局のニュース番組の顔の座を奪われる可能性もあると関係者の間で言われています。20年10月からはデコ入れで、富士時代に同期だった榎並大二郎アナもメインキャスターに加わり、加藤アナの交番説が噴出しました。高額ギャラがかかるフリーの加藤アナを切り、自局の宮地アナらに報道番組キャスターを任せたい思いを持つ幹部も多いそうです。宮地アナはその美貌もさることながら、東京五輪や北京冬季五輪でキャスターをこなすなど、スポーツ畑の実績も抜群で、満を持して報道番組に進出する形です。いずれライブニュースイットで加藤アナの代わりにメインキャスターを務めることも十分ある。加藤アナはかなりピンチですねと関係者が言っているそうです。さらに加藤アナは4月以降、お色気作戦を強化するとの情報も流れているそうです。周囲に4月から薄手の衣装にしてもいいですかねなどと相談しているそうです。実際胸の部分がシースルーで谷間が見える衣装を発注しているとの情報も局内で流れていますと関係者の発言。約13年も明石家さんまさんと司会進行を務めていた同局のバラエティ番組ほんまでっかテレビを4月に卒業する加藤アナ、ライブニュースイットに全集中し、宮地アナを人妻エロスで迎撃できるでしょうか。局内では宮地アナが報道番組に抜擢された理由がこう言われています。エース候補と言われる井上聖華アナら同局7人の女子アナのステマ疑惑が昨年4月週刊文春に報じられ、 SNS 上で厳しい批判を浴びた。その7人に宮地アナは含まれていなかった。宮地アナは浮ついたところがなく、仕事に真面目ヒステマだったことに局内でも納得の声が上がっていました。ネット民の受けも抜群、報道番組のキャスターには適任でしょう。中堅から若手の女子アナはステマ疑惑の該当者だったりして、適任者はなかなか見当たりませんという理由がフジテレビ内で言われています。宮地アナの報道番組進出で、加藤彩子アナの夕方の報道番組降板も現実味を帯びてきたと思われます。また宮地アナの同期小沢陽子アナもライブニュースイットライブニュースアルファなどに出演し、報道番組の経験がありますので、小沢アナもありかと思います。今年が加藤彩子アナの正念場ですね。宮地真奈美アナ、本当に美人で素敵ですね。宮地アナの他にも魅力的な女子アナがいらっしゃいます。この女子アナの動画が見たいと思ったらコメント欄へ書き込んでみてください。それではご視聴ありがとうございました。